んにちは。こんにちは。じゃじゃん。粘土やります。はい。あぷん。開けちゃうよ。開けちゃう。このおもちゃを使って遊びたいと思います、うん、いいですか？いいですよ。開けてパカッと開けて、うん、四角を作るよ。作れる？四角を作ったらこうなるよ。こんな感じ。じゃあ作ったら四角は入れ物の上に置いてみよう。ビヨヨーン。あれで？入れて。四角を作るよ。こんな感じ。はい、じゃあ粘土を開けてください。粘土を出して四角を作るよ。粘土を出して四角を作るよ。こねこね。ピューピューピュー。消しゴムみたいにこれで何をすると思う？人形。そう、人形に。じゃあ今度粘土をぴったんこしてみるよ。はい。上手にできるかな。じゃあ好きな色の粘土を1個取って、粘土を平らにして、お母さんどうやってやったの？うん、こうやってね、はい、じゃあアンパンマンがいないから、バイキンマンがいっぱいいるから。アンパンマンいるよ、ほら、うん、ドキンちゃん、ドキンちゃんが青がいいかな。ドキンちゃんのお顔と粘土の平らなところをぴったんこしてぎゅー。私コキンちゃん。はい、頑張って。ぎゅーっていっぱい入れたら、これでドキンちゃんの不思議な肩自慢ができますよ。肩自慢って知ってる？知らない。肩自慢知らない？テレビであるでしょ？知らない？いつも見てるよ、朝。こう。ん？そうそう、上手。ここ置いて。上手上手、型自慢の型ができたよ。最後にみんなで開けるよ。次はじゃあ茶色はカレーパンマンにします。じゃあカレーパンマンも茶色だからか。そう、同じ色になるかな。できるかな。型自慢って知らない？知ってる。知ってる。あの一部出てくる。うん、どんなのが出てくる？鉄火の小巻ちゃんつけちゃおうかな。鉄火の小巻ちゃんつけちゃった。桜の、さくらちゃんね。さくらちゃん何色につけるの？ピンク。あ、いいじゃない。同じ髪だから。そうだね、同じ同じ。ほんとだ。じゃあ今度ケムリーヌのムクちゃんは黄色につけちゃいますよ。同じ色だから。どんな方になるかな、楽しみだな。赤キンマンと青キンマン作っちゃおう。なんで緑？緑いいでしょ、うん、かわいいでしょ、うん、丸丸？タイヤ。タイヤ？赤キンマンと青キンマンが入ったよ。緑の粘土に入ったよ。どんな形になるかな。じゃあ一個ずつ開けてみようか、うん、何色開けたい？ピンク。じゃあピンクのさくらちゃんは
どうなってるでしょうか。肩自慢、せーの、パカじゃーん。あ、さくらちゃんの顔ついたよ、ほら。どう、かわいい。上手にできてた。じゃあ次これ。はい、じゃあここでやって。アンパンマンのお姫様、どうなってるかな。あ、アンパンマンの顔ちょっと微妙だな。ちょっと分かりづらいかも。ほら、どこがアンパンマン。お花は分かる。ほら、うん、まあまあだね。じゃあ次、赤キーマンと青キーマンあげるよ。うん、いくよ、せーの、パカ。うん、あ、お顔が、お鼻とお目目がちょっとだけ。お目ちょっと。でも分かりづらいかな。でも角はほら、ついたよ。角はついたね。うん、じゃあ次、結果の小牧ちゃん。あ、そっち？ムクちゃんやる？ムクちゃん。じゃあムクちゃん、はい。ムクちゃん、お顔見せて。肩自慢、せーの、パカ。あ、ムクちゃんは上手かも。お顔があるよ。お顔と耳と、あんよがあるよ。うん、上手にできたね。うん、じゃあ次、小牧ちゃん開けるよ。小牧ちゃん、肩自慢、せーの、パカ。うん、あ、小牧ちゃんの結果のさ、髪の毛がさ、ダメだった。見せて。ほら、ほんとだ。でもまあまあだね。うん、次、これ。それ、じゃあコキンちゃん、上手にできたかな。よーい、せーの、よーい、ダーン。ここ、ここ、ここからこうやるの。そうそうそう、上手上手。パカ。あ、お顔があったよ。見せて。ほら、はぁ。どう、上手にできた。うん、じゃあ次、カレーパンマンいきます。こっち。カレーパンマン取っちゃったから、カレーパンマンでいい？いいよ。せーの、よいしょ、よいしょ、よいしょ。どうかな。あ、カレーパンマンのお顔がちょっとあるよ、ほら。見せて、ほんとだ。いいね。ちょっとだけ見えないけど。でもカレーパンっぽい形もほら。じゃあ最後に、ドキンちゃんの肩自慢いきます。はい、せーの、よいしょ、よいしょ。どうだい。あ、綺麗なお顔が見えるかな。見せて。ほら、ちょっとだけお目目見えない。ちょっとだけお目目見えない。うん、でもよくできてるお顔が、ほら。やったね、完成。みんな肩自慢楽しかった人。はい、じゃあまた遊ぼうね。うん、また見てね、バイバーイ。